こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿の本橋です。今日は、金利、これから住宅を買う方は住宅ローンっていうのが一番重要な要素ファクターになってくると思うので、その部分ローンのプロのモゲチェックの塩澤さんにちょっといろいろ今の情勢とかを聞いてみたいと思っています。塩澤さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。まずは、モゲチェックってなんだろうっていう方もいるので、モゲチェックの紹介と自己紹介と、塩澤さんのちょっと簡単な自己紹介していただけると。私、塩澤と申しまして、株式会社 MFS という会社で COO をやっております、MFS はどういった会社かといいますと、フィンテックの、サービスを提供しておりまして、主力の、ウェブサービスがモゲチェックという住宅ローンの比較サービスとなっております、モゲチェックは何かといいますと、ユーザーと住宅ローンを借りたい、もしくは借り替えたいというユーザーと住宅ローン貸したいという金融機関、これを結びつける、マッチングのサービスというところとなっておりまして、今までで、およそ10万名近い方にご利用いただいておりまして、取り揃えている銀行というのが、ネット銀行とかメガバンクの幅広いラインナップからお選びいただける。なるほど、なるほど。いろいろ比較ができるということですよね。そうですね、これ重要で、金利って金融機関によって随分違ったりとか条件が違ったりするので、いちいちその銀行とか金融機関を見て金利いくつかなって自分で調べるの大変ですもんね。そうですね、臭いですよね。それが簡単にできるのがモゲチェックっていうところですかね。そうですね、モゲチェックのサイト上にギュッと、金利ですとかいろんな商品情報を集約してますので、そこにアクセスさえすれば、簡単に横比較できるというのが特徴です。なるほど、なるほど。そんな塩澤さん、住宅ローンの多分プロ中のプロというか、今その流れを一番見れるんじゃないかと思って、このコロナ禍からコロナを今後、ウィズコロナになって、その後になって、どんどん社会情勢が変わっていく中で、金利も随分変わっていくような感じがするんですよね。そうです。今の、金利ってどういうふうな動きになってるんですかね。はい、まず、大きくその変動金利の動きと固定金利の動きでちょっと分けてお説明したいと思います。実はですね、ちょっと動き方が違うんです。そう、面白いですね。ちょっとこれ意外なんですけども、でまず変動金利ですね、これについては銀行下がってきてる感じ、下がってきてるというかですね、足元、大体金利の相場水準で言いますと、0.4% から 0.45% という。安いですよね。安いですね。本当に今買う方、本当に羨ましいと思います、ね。一昔前、変動金利って普通に 1% 超えてました、1% ですよね。私なんかも 1.5% ぐらいでしたから。そうなんですか。ちょうど昔、新生銀行さんが確か 1% を切る変動金利を出されたのが10年ぐらい前だったかな、ちょっとありまして、なるほど、なるほど。その時は結構すごい社会現象といいますか、ブームになって 1% いったみたいな感じだったんですけど、もう今はもう 0.4 とか。そうですよね。じゃあ変動金利は今下がっている局面ですっていう話ですかね。で一方、固定金利はですね、今もう上がってきているっていう状況、なるほど、なるほど。固定金利は逆に今の情勢だとどんどん上がっているという。そうですね。面白いですね、これね。面白いですね。よく聞かれるんですけども、なぜそうなってるんですかって、その連動するその指標、金利指標がそれぞれちょっと異なっているっていうところがあって、まずその変動金利。つきましては短期金利と連動するっていう形で、ね、なるほど、タンプラってやつですね。そうですね、はい。でこの銀行さんがタンプラを決めるっていうところなんですけれども、これ自体はどうやって決めてるかといいますと、いわゆるその、日銀のマイナス金利政策、これと大きく連動してるんですね。なるほど、なるほど。日銀がいわゆるその金融を、景気を刺激するという目的で、短期金利をマイナスに抑えてると。今マイナス金利というところ、ね、そうなんです、はい。で日銀の黒田さんが、それでマイナス金利を維持するんだっていう形で宣言してます。それにですね、そのため、
住宅ローンの変動金利もですね、低く、まあ、据え置かれているというのが、うん、今の特徴というところですね。うんうん、で加えて、これがですね、うん、さらにどんどん下がり続けている理由っていうのもありまして、はいはいそれがですね、銀行間でもう金利のもう引き下げ合戦、はい、引き下げ競争をしているっていうところが、なるほど、いうんですね、まあ、うちの銀行に来てほしいっていうような形で競争が生まれているというところなんですね。そうなんですよ、うん、住宅ローンって一昔前ですと、うんまあ、メガバンクですとか地銀さんが不動産会社の営業マンを通してローン販売するというのが一般的な、うんうんまあ、販売チャンネルでしたと、うんうん、でそれが、まあ、まあ昨今のスマホですとか、うんうん、今回そのコロナっていうところで、うんうん、よりこう非対面で、まあ、住宅ローンを選ぶ、要はその各ユーザーが自分のスマホでローンを比較してネットで申し込むっていう形になってきてます、うんうん、なるほどなるほど、そうなってくるとですね、ネット銀行がこう力を増してくるんですよ、はい、なるほどなるほど、なのでそのために下がってきてるって、そうなんですよ、やっぱりこうあの銀行プレイヤー数がどんどん増えていくと、うんはい、こう金利がどんどんこう引き下げ合戦って形で下がっていく形になってきてますので、なるほど、そういうことで下がってる、ね、まあでも海外アメリカとかはどんどん今金利が上がってるっていうところで日本は下がってるって面白いですね、うん、なのでここがやはりその日本とアメリカの経済状況の違いっていうところかなと思ってまして、はい、なるほどなるほど、アメリカはそのコロナという、はいまあ、あの一時期ちょっとこう景気的に苦しい状況があったんですけども、うん、ここからこういち早く脱却して、はい、あの今は今のところまあ好調っちゃ好調ですよね、うん、そうですよね、あの実際あの賃金がすごく上がってますよね、あ賃金も上がってるんですね、そうなんですよ、向こうですと本当にマクドナルドとか、はい、スターバックスとか、まあ、そういった飲食で の, そのアルバイトの時給が普通にこう20ドルとか25ドルとか、まあ、日本に直すと2000円3000円レベルの時給になってると、まあ、それは円安になるわけだと思いますね、おっしゃる通りです。で一方日本ってそんなにこう経済がこうすごくこうあのいい感じになってると、うんうん、まだそのコロナ前から脱却できてないんですよね。なるほど、まあ世界情勢からすると金利って上昇基調にあるので、それが長期金利に影響してるんですかね。そうなんです、そうなんですよ、うんうんうん、なのでこの2つ目 の, その固定金利の話に移らせていただこうかなと思う、はい、もう固定金利は短期金利ではなくて長期金利と連動して、はい、うん、はい、で値段を決めてますと、うんうん、で長期金利、まあ、具体的には10年国債の利回りとなるんですけども、うんうん、ここはですね日銀が 0.25% 以下であれば自由に、うんうん、まあ、変動していいよという形、なるほど、なるほど、ある程度こう市場の動きに委ねてるんですよ、うんうんうん、でこの10年国債の利回りですけれども、はい、今年の1月ぐらいがですね、うんうん、0.1% とか 0.15% という、うんうん、まあ、低い水準だったんですけども、はい、あの先ほどおっしゃっていただいた米国の利上げに連動してですね、うんうん、これがこうどん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 こう上がってきていると、うんうん、ちょうど今、0.2% とか 0.25% っていう形で上がってきているので、うんうん、それに連動する形で住宅ローンの固定金利も上がったっていうのが今起きていること、メカニズム。なるほど、なるほど。まあ、ここでちょっと聞きたいのが、まあ、今、購入者はどういう動きをしてるんでしょうね。こう、変動の方が多いとか。おっしゃる通り、あの、まず、うん、2つお話があって、1つがですね、うん、はい、変動金利を第一選択として考える方が多くいらっしゃる。はい、うん、まあ、モゲチェックをご利用のお客様で言いますと、半分くらいがですね、うん、うん、変動金利でまず借りたいという方がいらっしゃると、まあね、金利が下がって安くなってるんで、そうですね、その、ええ、ね、長期金利というか35年固定とかと比べるとどんどんその金利差が開いてるっていうのが今の現状ですよね。おっしゃる通りですね、うん、その変動金利が 0.4% ぐらいで固定金利が 1.5% ぐらい、うん、まあ、正直ですね、うん、1.1% ぐらいの金利差があるんです。それでかいですよね。大きいですよ。でこれから例えば、うん、元本3500万円借りるとするとですね、うん、
年間で21万円の差なんです、はい、でっかいですね。それが35年でしょ。だから700万円になるんですよ。すごいっすよね。それを見ると、うんうん、なかなかそのね、全館の固定金利っていうのが、うんうん、金利上昇リスクをヘッジする保険料込みだっていうのは理解してるんだけれども、うんうん、700万円も多く払うのかっていうところで、そうですよね、変動金利かなっていうふうに考えられる方がやっぱり多くいらっしゃるっていうところ。うん、そうですね。もうこれ返答しかないかなって思いつつも、まあ次ちょっと質問があるんですけども、まあこれ今後どうなるかって分かんないんですけども、まあ塩澤さんから見る今後金利ってどう動いていくっていう、ね、なるほど。そうですね、うん、まあ私自身ですね、これについてはスタンスを取って考えておりまして、うんうんうん、結論、日本は金利は上がらないと思ってます、はいはい。ずっと上がらないんですか。上がらない。ってことはずっと景気が悪いってことですか。そうなんですよ。で、なぜそういうふうに考えてるかと言いますと、はい、うん、もう一言で言いますと少子化ですね、はい、この国の人口が減るっていうことなんです。人口が減るから、じゃあどんどんあれですね。そうなんですよ。で、まあ、今回コロナっていうところもあって出生率ですね、子供が生まれてくる数っていうのがどんどん今、うん、減ってきてまして、うんうん、シンクタンク、いわゆるその調査機関がですね、うんうん、もう2050年とか、うんうん、まあ、そういった頃になると、もう1億人を割って、はい、もう8000万とか9000万ぐらいの、まあ、国になると、うんうん。で、基本的に経済というのはですね、うんうん、人間の数とこう比例するんですよね。なるほど。でもその人がいろいろ物を買いたい、食べ物を買いたいとか、うん、いろんなこう設備投資をしたい。なので、ね、うん、そこで需要が生まれて経済が回っていくっていうのが、うん、基本的に資本主義でありますので、うんうん、人が減るっていうのは経済がどんどんこうしぼんでいくって形になるんです。いやですね。そうなんですよ。どうするんだろう。日本ってどんどん右肩上がりだったじゃないですか、はいはい、でもちろんそのバブル経済とかいろいろありましたけども、うん、人口も増えてたんですよね、2020年ぐらいまでは、うん、はい、で2010年あたりをピークに今人口が減ってきてるんで、うん、なるほど、なるほど。これもう一言で言うと日本は別の国になっちゃったんですよ。あ、それがどんどん進んでいくから、まあ、今後も予想としては金利が上がらないだろうっていう。そうなんですよね。なので経済がこうどんどんしぼんでいくっていうことは、その、うん、まあ、GDP もですね、どんどんその昨年比でマイナス成長になっていくんですよね、うんうんうん、でそうなるとイコールある意味も先ほどおっしゃっていただいた通り不景気じゃないですか、うんうん、はい、そうなると国は何をするかというと景気の手こ入れだっていう形になるんですよ、うんうん、それ何かというと金融緩和ですよ。なるほど。金利を下げてお金を借りやすくして、企業とかがこう設備投資、うん、個人でいうと家を買いやすくして、なんとか必死にこう景気を回そうとするっていう形になりますので、うん、そういった状況では利上げ、いわゆるその景気を冷やすっていうことは選択肢として取り得ないですね。なるほど、なるほど、うん、まあそういう判断から最初、まあこれ究極ないつも選択なんですけども、金利タイプは何を選ぶべきっていうのを毎回聞くんですけど、まあ結果が見えてる気がするんですけども。そうですね、もう私としてはもう変動金利一択かなと正直思ってしまいますよね。もう先ほど申し上げました700万円もかけて、うん、そのリスクヘッジすべき金利上昇っていうのが見当たらないと、なるほど、上がらないというところが、まあ、考えているところでしてね。で加えてですね、もう一つ考えていることとして、はい、住宅ローンの、返済ですけれども、うん、35年間じゃないですか、はい、35年間の利息総額の半分を最初の10年で支払うんですよね、うん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 、つまり最初の10年間ってそんだけ金利負担がすごく重い時期なんですよ、うん、なるほど、なるほど。そしたらその時期にわざわざあえて高い金利を得る必要はないと、うんうん、なるほど、なるほど。その間の低い金利でやり過ごして、ね、まあ、もしその後こう、うん、まあ、私の見立てが外れてですね、金利が上がったら、うん、まあ、繰り上げ返済なりなんなりっていう形で逃げ切るっていうふうにした方が、まあ、賢い返済なんじゃないかなというふうには思うんですけどね。まあ、私的にはいつもスタンスなんですけど、固定金利だともうそれで固定されるんで、将来例えばハイパーインフレみたいなのが起こっても、もう固定金利借りた方は勝者じゃないですか。そうですね、はい、おっしゃる通りです。で、変動金利は常にちょっと社会情勢を気にしながら動いていかないといけないし、はい、特にもう、なんだろう、先手先手を打たないと、
結局固定金利に後で借り換えをしてって言っても高くなっちゃうんですよね、あれね、うん、間に合わないっていうことが多いので、はい、これ難しいけれども、でも今の金利差っていうのはどうしてももう変動金利しかないかなとも思いますよね。なので、もちろんその家計に、ある程度余裕があるっていうところが前提にはなると思うんですよね。変動金利になる通り、はい、その金利上昇リスクっていうのは、まあ、ゼロではないんで、うん、なので裏を返せばある程度、まあ、家計というところ、まあ、その返済に余裕があるっていう形であれば、うん、変動金利っていうところを、まあ、考えられるっていうのは、まあ、非常にこう有効な手立てかなとは思います、まあ、そうですよね。だって35年も借りるのに変動ってちょっと私的にはおかないとかって言いながら、私も変動金利ですけど借りてるのはあの、ね、超もうあのフラット35とか借りちゃうともうそれで安心だよなとは、その返せる返済計画が立てられればっていう話なんですが、ただね、700万の差ってでかいよなって、もうこれ本当悩みますね。わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあ最後ですね、これ、はい、モゲチェックって何ができるのかなっていうのを少し紹介していただけますか。承知しました、はいはい、じゃあちょっと画面をお見せしますのでお待ちください。はい、はい、モゲチェックのサービス説明の前に、うん、ちょっとアンケート結果をちょっとご説明したいなと思っておりまして、はい、これはですね、ネットで一般ユーザーに対して、うんうん、はい、住宅ローン選び後悔してますか、うんうん、というふうにちょっとこう聞いたことがあります、はい、半数近くの方 44% の方が住宅ローン選びで後悔してるというところで、そう、非常に多くの方がこう、まあ、ちょっとこう失敗したなと思われてるので、うん、で具体的にどういった内容を、まあ、効果が出るのかというところなんですけども、うんうん、まあ、この棒グラフにある通りですね、はい、もっと金利の低い、まあ、銀行を選べばよかったですとか、なるほど、まあ、違う金利タイプにすればよかったとか、うんうんうん、不動産会社の言われるがままに選んでしまった、うんうん、団体信用生命についてちゃんと選べばよかったとか、うんうん、こういうですね、ちゃんとこう比較検討をもっとすればよかったという後悔の声というのが多くあります。そうですね、うんうんうん、で、ですので、私どもとしてはですね、まあ、住宅ローンを選びたいというお客様に対して、そういう比較検討の場、はいをですね、うんうん、ぜひとも提供したいなと思っておりまして、うん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 、それが、こちらにお見せするそのモゲチェックのサービス、はい、ですね。でその中でもですね、モゲチェックなんかいくつかこうサービスがあるんですけども、うんうんうん、特におすすめなのが、はい、無料で住宅ローンの提案書がもらえるモゲレコというサービスでございます。でこれはどういったサービスかと言いますと、だいたい20項目から30項目ぐらいの、お客様情報を入れていただくと、うんうん、最大で3つですね、うんうん、あなたにとって、まあ、最適な住宅ローンはこれですよというのをご提案するということでございますと、うんうん、で具体的な、住宅ローンの、提案書のところをですね、はい、ちょっとご説明したいなと思いますけれども、はいはい、こちらが、提案書の画面でございます、うんはい、まあ、こういった形でですね、まあテストなんとか様へというアドバイスが出て、うんうんはい、おすすめの銀行を見るというところですね、うんうん、3つありまして、はい、まあ、この例で言いますと、まあ、銀行さん、はい、0.289 ってすごいです。いや、本当にもう、これ、au の特別割引ですね、はい、電気と携帯を au に切り替えるとっていう状況、はい、なんですけれども、なるほど、でこういう 0.3% を切るというこれ銀行というか全然儲かんないでしょうね。儲かんないですね。おそらく電気の方で儲けるかなと思うんですけども、あ、そういうことなんですかね、はい、うん、という形で、まあ、こういうおすすめな住宅ローンですね、うんうんうん、でこのローンに通る確率っていうのも、ね、はいはい、我々裏フラクターで AI で分析して出しております。なるほど、なるほど、はい、まあ、こういった形で、あとは平米銀行を作ってたりとか、うんうん、あとこのソニー銀行さん、うんうん、まあ、こういった形で、ユーザーが入れた情報を踏まえて最適な住宅ローンというのをご提案します、うんうん、でもしですね、これについてちょっといろいろと相談したいなという場合はですね、はい、ここにメッセージ画面というのがあります、うんうん、でこれを押していただくとこのような、チャット画面に、おりまして、うんうん、ここについてですね、男子、
について教えてくださいとか、こういろいろとですね、こう書くと、これに対して、我々のオペレーターが、対応します。まあ、なるほど。AI じゃなくて、本当にオペレーターなんですね。そうなんです。素晴らしい。AI と人のこうハイブリッドですね。ハイブリッドなんですか。すげえな。なので、やはり住宅ローンですね、お客様のいろんなその、まあ、ご事情ですとか、あとも物件も、まあ、2つと同じものがない、不動産ですので、まあ、いろんなこう相談ニーズがあるのかなと思ってますので、まあ、そういったところですね、いろいろとこうメッセージで問い合わせいただければと思いますので。なるほど。ちなみに例えば戸建ての注文住宅だと、まあ、土地から買って注文住宅って完成まで1年ぐらいかかるんですよね。はい、あ、そうですね。で、その場合のつなぎ融資みたいなのは何か選べたりしないですか？ありますか。実はですね、弊社ならではの特別金利のつなぎ融資というのもご提案しておりまして、じゃあ一般の土地からの方も選べますよね。大丈夫です。それでその金利めっちゃいいですね。はい。わかりました。まあ、うちもモゲチェックさんからなんか専用のチラシというかパンフレットいただいたので、それは今ここに写ってます。あ、そうですね。これ今編集で写してます。なるほど。ぜひご活用いただければと思います。ぜひこの QR コードからこのモゲレコですね、モゲレコへ行ってもらって、その比較をしてもらえれば良いなと思ってます。はい、はい。で、あとですね、加えて、このモゲレコを活用してですね、申し込むメリットとしてです、もう一つお伝えしたいのがですね、無料で保険をプレゼントいたします。これモゲチェクさん、何でお金もらってるんですか？はですね、銀行様から、広告料という形で、銀行からだと、それは逆にいいですよね。それがいいですよね。はい、お客様、ユーザーはですね、完全無料っていう形でご案内。特にこの診断とかで無理お金がかかるわけではない。一切いただかないです。無料です。で、その無料に加えて、この保険さらに無料。ちょっと怪しいんじゃないって逆に思っちゃうぐらいですけど、ね。ちょっと大盤振る舞いしすぎなんじゃないかなって最近ちょっと個人的に思うんですけど、ただまあお客様のためというところで、提供しております。その無料の保険のプレゼントでございますが、怪我による死亡、入院、通院のですね、まあ、期間はちょっと限定的なんですけども、半年間保証しますよというところで、じゃあ、その建築時に保険が入れる、無料で入れるっていう意味で。そうですね、はい。それいいですね。で、これですね、コロナも対応しております。最近、コロナの感染者もすごく増えてますよね。なんか日本がもう世界一感染者の数が多いっていうふうになってると思いますけども、そうですね。そういうコロナ感染での、まあ、入院とか通院のところもですね、保証の対象となっております。内容としてはこういった形となっておりまして、まあ、すぐこの保証がですね、何百万も何千万も出るっていうわけではないんですけれども、無料でですね、まあ、こういった保険をモグレコをご利用の皆様に、プレゼントしておりますので、ぜひモグレコを活用した後ですね、そこから住宅ローンをお申し込みいただければ実現いたしますので、なるほどなるほど、それはすごいです。いいサービスですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。出演していただいて。もちろんです。まあ、金利情勢ってどんどん変わっていきますもんね。はい、わかりました。じゃあ今日はどうもありがとうございました。とても楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。